源の諸夫さは、平安時代中期の苦行、家人、村上源氏中野陰流の祖、中塚佐教、友平新郎の長男、には、十一位、右大臣、土見門右大臣と合した、幼名は、万寿宮。はじめ指定王と少数が、生後間もなく父、友平新郎を亡くしていたことから、姉、高姫女王の夫である、藤原頼道の勇士となった。 五一条町の官人四年正月に十四人下に、女せられ、十二月に玄服と同時に、玄朝大未成を賜もの組みされて、親戚降下し、諸房と改名した。諸房の名は、寄りが授けた。なお、寄りは、自らが選んだ、この名を気に入り、後に生まれた自分の西に、諸房の一字を用いて、通房、諸座根と命名したという。なお、通房、 諸には共にふさの娘を妻に迎えている。同年うるう12月に自重に任官し、治安3年右子の絵研中将に潜入。万寿元年3月に藤原道長の御女高子を妻にめとる。なお、高子以外の藤原道長の娘はすべて天皇、親王の日となっており、ふさが唯一人臣として、同長の婿となっている。なお、ふさは、 同庁の婿になったことにより、同年9月には、正四位下に除せられると、二日後に続けて、十三位に除せられる異例の昇進を果たし、若干十五歳で苦行に劣した。石棺家と隕石を結んで密接な関係を築いた、ことにより諸房は、村上源氏の地位を強力に高め、後に、源氏といえども、土見かどみき上昇の子孫は、御堂の末場に入ると言われるほどになった。 苦行昇進後も、万寿三年間中納言、長元二年生三位ついで樹二位、長元八年剣大納言と寄り道の勇士として、順調に昇進を果たす。またこの間、厚長親王、親父親王と二代続けて、東宮剣大部を務めた。諸房は、養父の寄り道と親密な関係を築いて、周囲もそれを認識しており、また寄り道も諸房を厚く信頼していた。 具体的には以下のような事例がある。その後、寄り道、乗り道、寄り胸ら道長の子息が町名を保ったこともあり、諸房は約30年にわたって、県大名言に泊まる。五霊税庁の公平8年右大臣、藤原寄り胸の皇居に伴って、内外人の官職が空く諸房は筆頭の県大名言であったが、左大臣市長者。 藤原則道の子息で将来接管家を継ぐ可能性がある県大納言、藤原信長も有力な候補者であった。結局、諸房が内大臣に任せられ、左大臣、源重信以来約70年ぶりに、現氏から大臣職に就任した。この人事については、よ道及び上等門院、秋子の関与が大きく影響しており、特によ道にとっては、よ道、 諸種と、則道、信長の摂関職継承を争いも背景にあった、ことが推察される。自略四年、御三条天皇の即位に前後して、寄り道が関白を辞して、宇治に陰性するが、諸草は頻繁に宇治を訪問し、諸草は、寄り道の片腕となりし的な面においても、補佐役を務めていた様子が伺われる。延元年6月に、官左大臣、 藤原のりちは、左大臣を辞して、大臣のポストを繰り上げ、空いた内大臣に、ひその信長をつけようとする。諸房はこの人事について、宇治にいるよりみに伝えること、よりみの了解が得られれば、後三条天皇に創上することを、のりみから命ぜられる。こうした、石関家内の人事に関して、仲介役を任せられるほど、諸房は、 寄り道との親密な関係について、乗り道からも認識されていたと想定される。モロフサは、まもなく宇治を訪問して、寄り道に会うが、この人事は、了解を得られたらしく、8月になってモロフサが、右大臣に、信長が内大臣に承認されている。白川朝初頭の延休6年11位に至る。年正月中旬より放送を煩い、 渋滞に陥る。2月13日に、知事の上表を行うが、17日に、辞表は返却されて、大表大臣に任ずべき戦時が下されるが、同日に出家し公居。去年70、最終官位は右大真珠1位。高い学祭を誇り、著書に、ジョイ字目賞、同期などがあり、彼とその子孫の中の陰流による、夕食古日の流派は、土御門流と称せられた。 一方で、監視、和歌にも火で、五周和歌集以下の直線和歌集にも十首、日衆している。また、情報三年白河天皇の大井川行行における和歌の序文が本長族門髄に取られている。諸房の才能を愛した藤原道長は、寄り道に男子が生まれなければ、諸房に摂棺家を継がせてもいいとまで言ったとされる。白川にて、 花の散りて流れけるを読みはべりける行く末を、関とどめばや、白川の水と共にぞ、春も雪ける、五州和歌集歌番号146対3、町月と言えることを読める有明の月末ほどの歌ねは、山の葉の溝夢に見えける、金曜和歌集歌番号214中期のないものは、苦行部人による、ありがとうございます。